バクソンチャンネルをご覧の皆さん、柳です。今日はですね、キサキさんがですねお店の方にちょっと来られたんで、その動画をねちょっと上げようかなと思います。キサキさんのことね知らない人もいるかもしれないんで、簡単に紹介させてもらいますと、まずね1993年から活動してるらしいんで、今回活動が30周年になるってことで、アルバムをねこちらドンってフルアルバム3ヶ月連続で出すみたいですね。4月26日にリリースするのと、5月24日と6月21日と、3枚、ね、連続で3ヶ月連続で、これすごいですよね。全部10曲ずつで、結構ね、ゲストプレイヤーとして、いろんな人がね、結構名前のね、知られた人たち、がいろいろ出てますね。摩天楼オペラの方やったり、ネモフィラ、デフスパイラルやったり、そのビジュアル系のフェストバンクールとかも出てるし、ビジュアル系のね、いろんなね、方たち、関西で活動しててね、2000年代とかはすごかったみたいですけどね、ディル・アングレイね、ディル・アングレイ知ってる方多いと思いますけども、その、前身バンドと言ったらいいのかな、ラ・サディスっていう、ラ・サディスかな、わかんないですけど、ディル・アングレイのね、メンバーたちと、がいたバンドですね、キョウさんとか、カオルさんとか、いたバンドを、のリーダーをやってた方ですね。はい。この、ラサディースが、解散して、キョウさんとかは、ディル・アン・グレーってバンドを組んだみたいですけど、そういうね、過去をお持ちの、方です。で、キサキさんは、あれですね、ヒデサミにも出てるんですよね。ファンタスマゴリアで出たやったかな。ヒデウィズ・スプレッド、ヒデちゃんのメモリアルサミット2008年の、メモリアルサミットに出てましたね。ファンタスマゴリアで出てたと思うんですけども。はい。いろんなバンドやってますんでね、ちょっとね、僕も知らないバンドが結構あるんですけど、そんな感じですね。で、やってますんで、よかったらね、アルバム買ってあげてください。はい。僕はね、ちょっと、世代ではないのでね、あんまり詳しくないんですけども、お店の方に来られて、サインもいただいたんで、ご紹介しとこうかなと思って、今日は動画にさせてもらいました。はい、という感じで今日の動画は以上です。待ってるだけの機能にアディオース。バイバイ。